い、ということで今回は高橋さん、はい、FC2 の高橋さんと対談なんですけども、まあ、なんでこれ対談することになったかっていうと、僕ガーシーさんに対する動画出したんですよ。賛否両論ダメになっちゃったけど、僕はコラボしたいんでお願いしますみたいな動画出した時に高橋さん突っかかってきたんですよ、いきなり。でなんか高橋さんはガーシーさんのこと思うんだったら一人でも来いよみたいな。で僕もともと行く予定だったんですよ。でもう何も知らないくせにガヤが黙ってるみたいな感じで、ツイッターで若干揉めました。揉めたんですけど、実際こうドバイで会ってみるとめちゃくちゃいい人だったんですよ。めちゃくちゃいい人だったんで、こうやってもう乾杯してます。あ、じゃあ乾杯です、はい、はい、です誤解があったみたいで、あのツイッターは何だったんですか。いや、なんかフルユーって 2回もドタキャンされて、さらになんかこのね動画見たら、はい、あれ来るか来へんか分からへんような状態で、はい、え、どっちなんやろうなみたいな、はい、なって、はい、まあ、それちょっと納得いけへんなと思って、ちょっと疑問を投げかけて。なるほどなるほど。それだけなんですけど、で僕もちょっと噛みついちゃったんですけど、いやいや、あれ見てどうでした、大丈夫でした。あ、どれですか。いや、あのリプ送ったと思うんですよ。あ、はい、全然ですよ。あ、本当ですか。5回も溶けてる、5回も溶けてる、後回しになっちゃった。優しい人ってことが分かったんでとりあえず飲ましてます今とりあえず飲ましておけばなんとかあるんで。この高橋さんなんですけど、皆さん多分知ってると思うんですけど、 FC2 の創業者なんですよね。創業者だって思うんですよ。まあ創業しましたけど今やってないですね。 FC2 を作った人なんですよ。FC2 といえばね、日本でも人気があるサービスなんですけども、そんな高橋さんの素性ちょっと気になりません？確かに。実際どんくらいお金持ってんのかとか、なんでそもそも今これドバイにいるのとか、 FC2 って結構大きい会社じゃないですか。どういう風に作ったのかなっていうのは僕ちょっと個人的に興味があるんで、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、そもそも何歳の時に FC2 作ったんですか？25歳ぐらいで会社をアメリカのラスベガスに登録して、はい、アメリカで作ったんですか、いきなり。そうなんですよね。まあ、そもそも中級の時からロサンゼルスに留学してたんで、はいはい、それで向こうの学校卒業してから、なんか仕事でも知らないかなと思って、就職もないやなと思って自分で会社始めて。もうちょっと大きめにしてくださ い, 、はい。そもそも先月 YouTuber デビューしたから、ね、そうそう、で、ちょっといつの間にかなんか先月 YouTuber になってたんですよ。へぇ、FC2 作って、はいはいはい、今だって FC2 日本で知らない人いないぐらいのサービスだと思うんですけど、いやいや、トントン拍子に行ったんすか。いや、最初の頃はもうめちゃめちゃ苦労して。どういうとこ苦労したんですか。いや、もうお金もないし、はい、人脈もないし、はい、何もないところで一人でやってるから、自分で作ったんですか、あれ。あ、そうすごいっすね。ドメイン販売したりとか、レンタルサーバーやったりとか、はいはいはい、分かりづらいかもしれないですけど、大丈夫なサービスもね。FC2 ってなんか日本ではダメじゃないですか。はいはい、だから海外で、アメリカにサーバーがあるから OK ってことですよね。あ、まあ、アダルトのサービスですよね。はいはい、まあ、それはまあ、多分、まあ、自分アメリカ人で、はい、会社もアメリカに行って、アメリカの法律を守って、ちゃんとやってる。アメリカ人なんですか。あ、もうアメリカの国籍取ってずっとアメリカ人ですよ。え、日本人じゃないですか。何者なんすか。一体何者なんすか。日本生まれですけど、はい、向こう長いこと住んでるうちに国籍も取って、それでずっと向こう住み着いてるんですけどね。で、今 FC2 はやってないんですか。今もうやめちゃいましたね。やめたんすか。はい、やめた。いろいろあって、まあ、なんか警察とかも入っちゃったりとかしても、会社むちゃくちゃあって、まあ、いろいろあって、嫌になっちゃって、追い出されたか分からへんけど、警察、日本の警察、日本の警察が、まあ、FC2 に目をつけて、はい、いろんなことしてきて、いろんなこと、いろんなこと、なんか気になるっすね、言えないレベルまあ、とんでもない、とんでもないこと、はい、でそれでいいんじゃん、もう株をもう手放したと、株もなくて、社長でもないから、もう何もなくて、じゃあもうフリーターっすか、今。今フリーターレベルで、まあ今はもうドバイ来て、ガーシーさんとかと一緒にサービスやったりとか、ちょっと YouTuber でデビューしたりとか、もう全然違うことしていこうかな。あ、でも FC2 じゃないんですか。もう全然違いますよ。自分一人で。ほとんどお金も何もなくて、もうなんかネット上ではなんかすごい金持ちみたいな。めっちゃ金持ちってイメージあるんですよ。だって、天下の FC2 の創業者ですから。全然。個人程度、ちょこっと持ってるだけで、まあなんとか生活できるかなぐらいで。だって創業者の利益どうなるんですか。どうだったんだろうな。いや、怪しい、これは。これ怪しい。ちょっと待ってください。怪しい。飲みますけど、一緒に飲みましょうじゃん。今、資産はどんくらいあるんですか、ズバリ。資産もほとんどないねんって、マジで。本当っすか。王子も何百メートルすごいから。だってアメリカに家あるって僕知ってますよ。あ、家ぐらいはちょっとあるかもしれへんけど、家もほとんど帰ってないし、どこ住んでるから、帰ったな。お金ないんすか。お金ちょっとだけ生活はできる。ちょっと生活できるけど、ここで頑張って稼ごうかな。ちょっとってどんぐらいですか。5億くらいですか。50億くらい。150億くらい。やらしいから。50億くらい。そんなやらしい話やめましょうね。いやいや、そういうの聞くのがこのチャンネルなんで。そもそも王子の下の何番でしょ。
ちゃんとこう、いや僕はもう、まあほら言えへんやん、まあ、分かんない分かんないでしょ、そうなるやん、しやん、むちゃむちゃ話してるけど、でもねいやらしい、いやらしい話やめようよ、いやいやいや、今回からうっぷらできたほんまに後輩目やからグイグイ来るね、もう初対面やっぱ人気 YouTuber ちゃうね、マジですごいわ。じゃあ分かりました、資産はもういいです、うんうん、ドバイの人はあんまお金のこと言わないらしいんで、あ、まあ、確かにね、そうだから2つの選択肢選んでください。何なの、1つはもう一生暮らせるお金があるから大丈夫なのか、2つ目はじゃあ何もなくなっちゃったからもう1回 YouTube とかやって稼がないといけないのか、どっちですか。あ、まあ一生働かなくていいっていうのはまあ地味に暮らしたらまあ働かんでもいいかなぐらい、あ、まあ10億はありますね、絶対。地味でそう、どのぐらいのあれか分からない、地味に暮らしたら大丈夫かなみたいな。でもまあ普通にもうちょっとお金を目的じゃなしにほんまになんかこっちで頑張りたいなと思って、ガーシーさんとかも頑張って見ててすごいなと思って、何こっちでじゃどんなことがやりたいの。だからまあインターネットのサービスで、あ、そっか今やってますね。だからまあもうチャンネルがバンされたりとかもうむちゃくちゃされてますやん、ね、そういうの見ててやっぱ代わりのもん自分で提供していきたいな、じゃプラットフォーム作って、そうそう今全部用意してるんですけど、まあ、ガーシーさんで用意してるみたいなんで、まあ、それ見て様子見ながらあんまりうまくいかなかったら自分で出そうかなみたいな、そういう感じでやってますね。ちなみにじゃあまたお金の話になるんですけど、FC2 の全盛期はめっちゃ儲かりました。まあまあ警察に目つけられるまではまあすごい勢いで、まあすごかった。売り上げどんくらいあったんですか。売り上げはもうお金いっぱい入りす、まあ、その時お金入りすぎた。お金入りすぎた。すごい勢いで入ってくるな思って、これもうまあ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 いろんなもの投資してもう一気に大企業にしようと思って。その時はね、これでむちゃくちゃ離れたらもう焼けっぱちになる性格やから、まあ、いいやみたいな。じゃあもう飲みましょう、飲みましょう、じゃあレモンサワーください。面白いね、人気 YouTuber はね。いやでもなんか意外っすね、うん、FC2 の同業者だから超金持ちですげえ怖い人なのかなと思ったんですけど、全然なんか違うっすね。自分で暮らしてますよ。いやいやダメですよ、地味とか言わないでください。みんな若者が夢なくなるんで。なるほど、はい、なんでじゃあ高橋さんはアメリカとかドバイにいるんですか。だからまあ日本に帰られない。日本に帰れないんですか。帰ったら逮捕になっちゃう。待って言いました、とんでもないことさらって言いましたこの人。どういうことですかこれ。まあだから普通に指名手配されてて。指名手配中なんですか今。マジっすか、俺何も知らんかったそれ。え、何指名手配されてるんですか。特別な指名手配。特別指名手配、この国際海空港手配って言って、はい、日本の空港に入った瞬間に行われる。え、じゃあもうドバイから出れないの。日本に行かなかったらどこ行っても大丈夫。日本に帰れなければ OK なの。日本に帰れなければ、ね、8年ぐらい帰ってないけど、もういろんな国行ってプロをね、旅行したりしてるけど一回も使わなかったもん。え、じゃあ逆に言うと日本に帰るとアウト。日本に帰るとアウトらしい。旅行したかったんで。え、帰れないんですか。そうですね。それは結構しんどいっすね。めっちゃしんどいです、本当にね。日本帰りたいとか思います。あ、めちゃめちゃ帰りたいです。帰りたいんすか。親もね、年なんで、とにかく親と一緒に暮らしたいなと思っても今は。親父も、ね、亡くなっちゃったんで、母親が一人で暮らしてるんで、母親と暮らしたいなと思って、あと最後っていうか、母親73なんですけど。それしんどいです。え、何の容疑なの。何の容疑、ね、何なんですかね。まあ、うちで動画共有サイトやってて、はい、YouTube みたいなサイトやってるんですけど、YouTube みたいなサイトでユーザーが投稿した動画をまあみんなで見れるんですけど、 YouTube と違うのはアダルト見れるんですよね。その投稿したアダルトの動画が良くない動画やっていうことで自分が悪者にされてるんですよ、まあ、簡単に言うと。それは悪くないんですか。それはもうアメリカの法律では全然悪くないんですけど。あ、そうなんだ、はい、まあ、なんか知らんかったわ。まあ普通知らないでしょ。じゃあ日本帰ったら刑務所行くんですか。いやもう刑務所は行かないけど、まあとりあえずは逮捕されてから拘置所か留置所に入れられるね。でそこからでどれぐらいかかって出られるかどうかわからへん。で、まあ、長かったら半年とか1年とかね入れられちゃうんで、拘置所か留置所で、それでまあ裁判やったりして有罪になってから刑務所ですよ。それ結構しんどいっすね。もうむちゃむちゃしんどいし、自分では悪くないと思ってるからそのまま帰らないし、帰ってもね、納得いかない。そんな容疑でね逮捕されて、そんな推定無罪やのに留置所や拘置所にね長い間入れられてもアホらしいでしょ。だから帰らないようにしてたんですけども、いい加減親も年なんで、どっかで見切りつけて帰らないといけない。
じゃあ今後帰るんですか。いやもう腹決めてもうね、逮捕される覚悟で帰るしかないですかね。結構シビアな選択肢ですね。まあ、国策捜査みたいなものされてる、まあ、国策捜査が理不尽なのは僕はちょっと規模は違えとやっぱ分かるんで、ね、えなんかやられていますもんね、まあ、でもやるって決めたらもうめちゃくちゃじゃないですか。いやほんまにひどいよ本当にね。あれってなんなんやろうな。でもまあ公衆の特に全然悪くないやんみたいな、まあ、あれがでも国なんですよ ね、 ねもういろんな人がね堀江門とかも別にそんな悪くないなと思って見てて大丈夫ですよ。高橋さん国策とかでやられた人はこうやって這い上がって YouTube やってるんで、確かに確かに大丈夫です、仲間入りです。確かに概要欄にチャンネル貼っとくんで皆さん応援お願いします。いやでちょっとじゃ似てるところがあるですね若干。あまあ規模は違うですかもしれないですけど、ずっと見てたんですよ。ああそうなんですか。見たりとかして気の毒やなー思って、全然悪ないのに気の毒やなーぐらいで、ね、でも帰るんですね日本。帰るっていうか、あこれからはい、どっかのタイミングで、まあ、どっかのタイミングで帰らないと、もう親もそのままね亡くなっちゃったら嫌な年やから、しゃあないですよね。親を呼ぶとか考えないですか。あ親は来れないんですよ、まあ、なんか病気でも。あ病気で来れないとか。心配したいですよ、ね、一人なんで。結構なんか裏には苦悩を抱えてるわけですね。そうなんですよ、のんきに見えるんですけどね。いやそれはじゃあ高橋さんペルー行ってください。ペルー、はい、ペルーの儀式受けたら結構変わると思いますよ。僕本当分かるんですよ。ペルーどう行くんやった。ペルー1回しか行ったことないですけどペルーの儀式受けて僕人生変わったんで本当行ってみてほしい。多分人生変わりますよ。どんな儀式。まあ、それ僕の動画見てください。あとドクターの儀式すごいです。多分本当に多分生きづらいとかなんかムカつくとかそういういろんな気持ちが多分なくなって僕結構変わりました。なんかすげえ親近感湧きますね。なんかすげえ成功してて超金持っててすごいなんか言い方悪いけど嫌な人なのかなってやっぱ思うじゃないですか。まあこれって日本人が抱く金持ちのイメージなんですよ漠然と。別に高橋さんだからじゃなくてなんかそういうのって絶対みんなあると思うんですけど、そういう人でも裏ではそういう悩み苦悩を抱えてるっていうのはなんかすげえ人間らしいですね。それはツイッターでも噛みつくわ許します、まあ、ちょっと似た境遇もあるんで、ね、似た部分もあるんで、うん、でも、はい、そんな国選指名手配受けるような、はい、ある種こう悪いことをしたわけですよ。いや全くしてないと思ってるんですけどね自分ではね。それってどういうことなんですか。まあそもそもアメリカの法律ではもう絶対大丈夫っていうことしかしてないんですね自分はね。じゃあなんか法律を破ろうとかそういうふうに思ってなんかやってたわけじゃないと。ああ全然そう、法律遵守です完全に。法律遵守、アメリカの法律遵守です、遵守ですね。はいはいはい、アメリカの法律を遵守した結果、はい、アメリカでは OK なんですか。アメリカでは完全に OK ですよもちろん。日本の警察とか、まあ、そもそもはドワンゴって会社があるんですけど、はいはいはい、そこがうちに目をつけてうちがまあしょっちゅう揉めてたんですよね。なんか裁判でそこの会社はまあ警察の OB とか政治家の OB とか、まあ、下りでずめっちゃ入ってて、はい、会社もすごい大きいんですよ一部上場企業は。角川なんですけど、角川か、角川は僕本出してるんで気まずいですけど、まあいいや、それは、まあ、時価総額も5000億ぐらいあって、もうとんでもないで大きい会社なんですごいパワー持ってるんですよね、はい、だからそういうところがまあ警察を動かして、地を攻撃してくるんですよ。そんなことできますでも、できるんですよ、そんなの、まあそこまで大きい会社になると、そもそもそういうことを、この間、そこの社長の川上さんとも話してるんで、話したんですか。その話もしたんですよね。彼がもう京都府警を動かしてやってますよ。そうですそうです。それやめてくれって言いました。いや言ってますけどもどうにもならないですよ。もう向こうはうちが嫌いすぎて、もうとにかくもううちの会社が嫌いなんですよそれ和解はできないですか。もうね散々話したんですけど結局無理でどうにもならないわけですね。和解したかったんですけど自分はもう揉め事大嫌いなんで、できたら和解したかったんですけど、でまあガーシーさんにも間に入ってもらっていろいろ喋ったんですけど、結局無理になっちゃったんで決裂ですね。まあ、そもそもは最初は宇宙はブロマガっていうサービスがあったんですよ、はい、十何年前なんでもうものすごい昔なんですけど、インターネットがほとんど無料だった時代だったんですよね。お金払わない時代だったんですけど、はいはいはい、その時に有料で記事を販売するサービスが思いついたんですよ、はい。これすごい画期的なサービスやなと思って、でブロマガっていう名前つけてそれを出してて自分のところでやってたんですけど、そのしばらくしたら同じサービスをドワンゴ、まあ、同じ名前で始めたんですよね。それでまあまあサービスの真似するのはしょうがないけど名前ぐらい変えてほしいなと思って、名称ぐらいね。それをクレームしたら全然変える気もなくて、しょうがないから裁判するしかないなと思って、そこで訴えたことが始まりだったんですよ。そこからもう確執ができちゃってどんどん拡大して今のような。何年ぐらい確執あるんですか。いやもうそれいつでしたっけね、もう10年弱ですかね。じゃあずっと争ってんすか。そうなんですよ。そうなんだ。いろんなこと争い出してもうめちゃくちゃなっちゃって、まあ、うちは弱小企業なんで、向こうの一部すごい大きい大会社なんでボコボコにされてとんでもない目に遭いまし
話とか聞いて、でもね、もうそこからおとなしくしてたんですけど、警察も怖いですし、おとなしくしてたんですけど、アクアシーさんもやって、いろんなことしてんなと思って、自分はすごいね、兄弟の敵と戦ったりとかしてて、自分も感銘を受けたっていうか、感化されて、ああ、そこでつながるんだ。そことがいたのか思って、もう自分も何 もう全部なくしたし、ね、自分も待ってなくしたんすか。なくしたしか、もう家族もね、もうみんなバラバラやし、どっちでも会社もなくしたし、まあね、まあ、5000円ぐらい持ってますけど、なんもないし、いたのかみたいなね。そういう、もうじゃあ第二のガーシーモードになってるんですね。そうなんですよ。もともとね、平和主義なんですけど、こんなおとなしい人だからどうせやられっぱなしやし、どんどんやられたらアホらしいなと思ってたんだね。アジア、日本も帰れてないし、どうせ日本も帰られへんし、向こうでドバイで暮らしながらもガーシーさんにくっついてって、めちゃめちゃ頼りになるし、めっちゃいろいろやってくれるし、もう頑張ろうかなみたいな。で、こっからじゃあ YouTube とか やって、そうですね。影響力やっぱつけないといかんなと思って。じゃあその影響力をつけて先に何があるんですか？影響力つけてやっぱそのドワンゴと戦っていくことが。うわ、そこにつながるんだ。そうなんですよ。すげえな。なんかこれはすごいわ。なんかすごいっていう言葉しか出なくて、わかんないじゃないですか。なんでじゃあガーシーさんの近くに高橋さんいるのかもよくわかんないし、何がしたいのかなっていうふうなのが率直な意見なんですけど、そこでじゃあ感銘を受けてドラマがあって、じゃあ自分を追い詰めた人たちを一瞬報いたい、そういう風に繋がっていくんですよ。連鎖してるんだよこれは。だからこのドラマは終わらないですね。あと似てますよね、美咲さんの青汁劇場で。まあね、まあ、ちょっと見返すっていうのと、確かに僕は企業じゃなくて、それが、ね、国税だったり国っていうところにやっぱ思うところがあったっていうところだけど、やっぱ何かしらのモチベーションがあってやり始めたのは間違いないんで。でも今も覚悟できてるんですか？あ、もうそうですよ。とことん行きます。とことん行くんですか？とことん行きますよ。ここで日本も帰れないし、ここで頑張りますよ、ドバイで。すごいな。もちろんね、高橋さんがそのドワンゴに対してムカついてって話が、はい、俺はもう結構前から知ってましたもんね、はい、そうですね。俺はずっと知ってて、たまたま俺がこういう形で YouTuber なんて暴露系になったから、いつかどっかでドワンゴ叩いたろうと思うタイミングで、うん、俺の気持ちで初めはドワンゴを叩き始めて、はい、で、高橋さんに俺が言ったのは、やっぱり自分が叩かなダメですよと。俺は憎しみないから、ドワンゴに。でも高橋さんのことが大好きやから、高橋さんのことを気持ちを伝えたいから俺やってますけども、これ高橋さんが先頭かで旗振らんと誰もついてこないですよっていう話を高橋さんにして、だから日浦津ガンガン行ってくださいと、行ってくれたら後ろから俺はバンバン後押しするからと。だから僕はドワンゴじゃなくて俺は角川攻めます。角川攻めですか？角川が親会社やから。そうそう、角川とことやります。本出してる。そう、それはごめんなさい。そこはもう僕は角川好きだし応援してるけど、角川2つあるんで立場が違えば、兄ちゃんの方の会社やったもん、はい、弟の方の角川やったらやこしい。どうですか？で今弟の角川が北野武とも揉めてるんで。ああ、そうなんすか。めちゃめちゃことで映画のことで、ここも幻冬舎に変えましょうよ。箕輪君紹介するんで。いや、幻冬舎は幻冬舎で、僕が本出すって1回勧めてたのに断られた。もう何ですよ。なんか国を敵に回してる。だから僕家族派なんですよ。皆さん冗談ですけど、本出してくださいね、僕の次お願いします。だからまあ俺は高橋さんが旗振ってる限りは、もう俺も含めみんなが高橋さんの後を追っていくよと。高橋さんが辞めるときは俺も辞めるときやし、そっからしたら別に拾うとかさんの任務はどうでもいいんですよ。興味ないし、あんな目開かない言おうかどうでもいいけど、俺からしたらその川上っていうね、トロいおっさんをもう社長からも外されて大した力もないくせに、一尾で高橋さん喧嘩売ってるから、お前の人生こっから先どうなるか分かってるやろうなっていう気持ちで俺は戦おうという話を高橋さんします。なるほどね。心折れずにやってください。それぐらい人を叩くって力いるんですよ、精神力って。そうですよね。維持し続けるって難しいんですよ、人に対して怒りを持って。確かに。それ絶対やから、俺はそれを全部やってみたら余計思うから、絶対に折れないでくださいね、やりきってくださいね。でもやりきった先には幸せが待ってくる。やっぱり自分の気持ちを全部やってるから、これ途中で折れるの一番あかんから、ストレスになるし、また思い出す時にムカつくし、だから俺はできるだけやってほしい。それで矢面が俺が立って、ひろゆきとかの周りの人間、俺攻撃してる、俺は平やから、高橋さんは川上ちゃんとやってください。きっちりとやってください。納得いくまで。勝とうが負けようが納得いくまでやってください。いい仲間持ちましたね。そうですよ。昔からもう目かけてもらってて、もう十何年も、ね。目かけてるとかやめなさい。そういうのなんか嫌じゃないですか。言うても年下ですよ、もう。言うても怖いなんでね。だからそれがね、できたらね。
高橋さんももっと幸せになれちゃうから。高橋さんももうお金じゃないと思うんで俺、はい、高橋さんでもお金小銭しかないって言ってました。高橋さんだからもう数千億しかないんじゃないですか。まだまだ失うものありますね。まだ高橋さんからしたら小銭やから、あ、そう、5000円とありますけど、あ、これからしたらもう110円しか持ってないから高橋さんにもおごってもらわなかった。わかりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかちょっとツイッターでバチバチしちゃったんですけど、やっぱ話す人間って分かり合えるし、そうですね、いい人っすね、はい、ちょ、これからもよろしくお願いします。楽しいやんな、はい、やってや、はい、じゃあ今度ね、はい、3P するということでこの3人、はい、ガーシーさんが議員になっていけない時は僕行くんで代わりに、すごいな。ありがとうございました、ありがとうございます。はい、まあ、ということでちょっと対談終わったんですけど、いや、なんか人間って分からんねん。 FC2 ってさ、まあ、確かにアダルトコンテンツとかで、まあ、賛否あるかもしれないけど結構大きい会社じゃん、はい、で、まあ、規模は本当大きいと思うんで、それなりに、うん、間違いないです。そういう会社の創業者があんなふうな苦悩があって、そして何かしらに怒りがあるっていうのは、うん、人間っぽいなと思った。だし、そういう社長の顔とか創業者の顔って分かんないじゃん。確かにそうですね。だからさ、会社のサービスがあって、その社長はすごいのかなとか、金持ってて偉そうなのかなぐらいのイメージしかないけど、やっぱ人間ドラマあんだよね、会社って。本当あんだよ、これ。マジで。それをね、なんか伝わられて、久しぶりに多かったなと思う。それは、高橋さんの指名手配が何だかよくわからんし、ぶっちゃけ俺らはあんま関係ないからどうでもいいんだ。どうでもいいけど、何が言いたいかっていうと、会社経営って、良くも悪くもいろんなドラマがあるんだよっていうのは、ちょっとは伝わるのかなと思う、これは。うん、いや、間違いないと思います、それは本当に。まあ、だから別に事情は分かんないし、どっちかに肩入れするつもりもないんだけど、泣く人もいれば笑う人もいるんだよね。うん、それをちょっと言いたかったです。あと、まあ、なんかドマンゴーがなんたらって言ってたけど、これ角川から本出してて、時を稼ぐ男今あの絶賛売れてるところなんで、すいません、あのちょっと勘弁してもらいたいですね。あのちょっとだけね、まあ、いい会社なんですよ本当に。まあ、でもドワンゴは知らないんで、あんまり、まあ、ドワンゴは分かんないんで、まあ、別ですからね、はい、あの、まあ、でもあえてちょっとこの動画もう本当は僕忖度するんだったらそういうとこも使わない方がいいかなと思ったんですけど、確かに、まあ、僕はどっちかの味方でもないし、まあ、どっちかというと本出してくれてる角川さんにお世話になってるんですけど、僕が敵対意識を持ってるわけでもないし、ただやっぱ人間関係ってめっちゃ難しいじゃないですか、うん、いろんな感情が渦巻いてるわけなんです。だから僕はね、あの二人に対して何も思ってないし、角川さんにもすごく良くしてもらって感謝してるけど、で一方で違うところには僕だって嫌いな人はいるし、嫌いな会社もやっぱあるわけで、許せないなって思うやつもいるし、そういう意味でなんか縁だよね、縁というかタイミングがあるなと思って、まあ、あえてこれリアルなんで出します。すごいですね、はい、これでもあの怖いんで、あのそれちょびっと怖いんで、あの角川さんは本当にいい会社だし、まあ複雑です。まあそうですね、まあ、本当にいい人でしたね。まあ、でもまあドワンゴの話だから、ドワンゴはよく分かんないよ、うん、ドワンゴってなんだっけ、角川の子会社みたいな、難しいからもういいよ。そうですね、まあ、そういう難しい話はやめて、はいはい、とりあえず皆さん、僕が伝えたかったのは、まあ、どんな成功してるように見えたり、どんなにうまくいってるように見えたとしても裏ではやっぱいろんな苦悩やドラマがあるんですよ。それ伝えられてよかったなと思います、うん、はい、ということで、まあ、一応ね初めて会ったんで別にそんなにね深く肩入れしたり何かしてあげる義理はないかもしれないですけど、一応概要欄にチャンネル貼っとくんで、はい、もし時間あれば見てあげてください、はい、ありがとうございました。